146キロ。バントしてファウル。阪神だってそうですよ。阪神も今蹴っインコース高いバウンド、セカンドの高木、セカンドは無理です。一塁に送ります。インコース高め、詰まった打球です。ショートゴロ、進藤一塁に送ってスリーアウト。これも低めのボール打ってファウルです。10本。変化球、見逃しの三振です。低めのバル、バットが折れました。森田が取ってセカンド高木へ余裕を持って